男の中の男、この一言からどんな人を想像しますか？おそらく皆さんの頭の中に浮かんだのは、いかにもテストステロン値が高そうな筋骨隆々の男ではないでしょうか。今回紹介するのは、多くの人に共通するであろう、こうした男らしさのイメージから生まれたミームの一つです。どうも、マンボウです。皆さんは TikTok でハッシュタグシグマと付けられた動画を見たことがありますか？シグマとはどういう意味なのか、なぜミームになったのか、そして動画の人たちはなぜこの表情をしているのか、今回の動画で解説していきます。それでは行きましょう。そもそもシグマとは一体何なのか、まずは簡単に説明していきます。もともとアルファやベータといったギリシャ文字のアルファベットは、狼などの動物の群れにおけるヒエラルキーを表すために使われていました。それが2000年代になると、特定のタイプの男性を分類するスラングとしてネットで使われるように。例えばアルファという分類はリーダーシップがあって成功していて異性に好かれる人たちのことを指します。これは A が文字の最初に来ることから戦闘を進む人というイメージが連想されるためです。反対にベータという分類はアルファの人に従順で真と積極性がない人たちを指します。では今回のミームに関係するシグマとはどんな人を指すのか。こうした人たちはアルファと同じくらい成功し人気もありますが、無口で反抗的、一人でいることを好む傾向にあります。一言で表すと一匹狼タイプですね。有名なキャラクターだとスターウォーズシリーズのハンソロやアクション映画でおなじみのジョン・ウィックなどがシグマに当てはまると言われています。皆さんの好きなキャラの中にもこうした要素を持つキャラがいるかもしれませんね。そんなシグマはネットでどのようにネタにされていったのでしょうか。シグマというスラングはボックスデイという作家のブログで2010年に定義されましたが、当時は小さいコミュニティの中でしか使われていませんでした。しかし自己啓発本や YouTube の動画を通じて少しずつ認知度が増え、シグマ男性は全ての男性の中で最も稀な存在というイメージがつき、シグマ男性に憧れる人が出てきます。この頃このスラングはポジティブなイメージを持っていました。そんな中、2021年の1月にあるツイッターユーザーがシグマ男性について触れ、男性に何が起こっているんだと述べたツイートが1日で約 2.5 万リツイートと約19万いいねを獲得。このバズりによって多くの人がこのスラングに触れることになりました。すると用語を使って男性を過剰に分類することをあまりよく思わない人が多かったことで、シグマや男性のヒエラルキーは若干バカにされつつミームとして扱われるようになったのです。では最後に TikTok におけるシグマのミームについて解説していきます。おそらく一番見かけるのは冒頭で少しお見せした独特な表情をする人の動画でしょう。これはシグマフェイスと呼ばれています。この表情の元ネタは映画アメリカンサイコに登場するパトリック・ベイトマンという殺人鬼。彼もまたシグマ男性のキャラクターとして有名なのでこのような名称になったのです。 TikTok ユーザーは去年の12月頃からパトリックの顔を真似する動画にハッシュタグシグマをつけて投稿し始めました。また男らしい立ち振る舞いをした後にシグマのキャラが笑っているのを組み合わせた動画もこのハッシュタグで投稿されています。ちなみにこうした動画で BGM として使われているのは Worth Nothing という曲です。シグマ関連のミームは今日紹介したシグマフェイス以外にもまだ数多く存在するので、それについては今後の動画で取り扱っていきたいと思います。リクエストは大歓迎です。皆さんはこのミームについてどう思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。ということで今回シグマとシグマフェイスについて解説しました。性別問わずこの動画を見ている人はシグマと呼ばれるような人たちについてどう思いますか？もし身近にいたら仲良くなりたいか、それとも距離を置きたいか、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。